交通静音化、交通静音化またはトラフィックカーミングとは住環境保全や交通安全のために自動車交通を抑制する取り組みのことである。特に住宅密集地の生活道路を利用する近隣住民の交通安全を確保するために行われる。オランダのボンエルフの訳語としてこの方が用いられることもある。地域間の移動を目的として 大量の交通に対応した構造を持つ幹線道路とは異なり、住宅地の中を通る生活道路は、福音が狭く、自動車と歩行者の交通が錯綜しやすい。抜け道などの目的で、自動車が高速かつ大量に生活道路を通過する場合、近隣住民に交通事故の危険が及ぶこととなり、また騒音等による、住環境悪化の恐れもある。 これを解決するために行う取り組みを総称して、交通性音化といい、生活道路における自動車交通の抑制を目的として、道路構造や交通規制などの改善が行われる。1963年にイギリスで発表された報告書、都市における交通では、都市の道路を機能や役割によって分類し、それに応じて適切な整備を行うべきという理念に基づき、 いかにして増加する自動車交通に対処すべきかを説いた。そこでは、急速なモータリゼーションの進展による自動車交通、台数の増加に対して行政が取るべき対処として、自動車交通予住環境の保全を優先させる、地域を設けるという施策を例示した。1 9七十年代初めには、オランダでボンエルフと称する取り組みが開始され、保者分離に変わる考え方として、 保車共存が打ち出された。この取り組みにより、歩道と車道の区別をなくし、自動車がスピードを出せないような道路構造にすることで、従来車道だった空間まで、住民の生活スペースに含まれるような道路が、幹線路に囲まれた地域以下、ゾーンごとに整備された。ボンエルフが整備された地域では、自動車が歩行者に対して、一切の優先権を持たなくなり、 住環境の向上に貢献することとなる。地域一体で保者共存空間を整備する取り組みは1970年代終盤より欧州各国に波及した。しかし、ボンエルフのように大規模な道路改修を要する取り組みは住民の同意を得るのが難しかったり、その工事費用が莫大なものになることから1980年代からはより簡易なゾーン対策が広まりを見せた。 これにおいては、速度規制を道路路線別ではなく、ゾーン全体で一括して設定し、速度抑制を促す道路構造の変更は、ゾーン内の必要箇所と幹線道路との出入り口で重点的に行うこととなった。ゾーン対策は1984年にオランダでゾーン30として法制化され、ボンエルフと同様欧州各国もこれに続いた。その後、オランダでは、 交通信号や道路標識をなくす共有空間、シェアードスペースという考え方が提唱され、欧州連合の援助でドイツのボーム手がこのプロジェクトに取り組んで国際的注目されるなど、交通静音化の手法は進化し続けている。交通規制や路面表示によって運転者への注意喚起を行う、ソフト的対策、または路上に構造物、 物理的デバイスを設置して道路そのものに手を加える、ハード的対策が行われる。地域の実情に合わせて様々な手法を組み合わせ、交通静音化を実施する。これらは特に必要な地点について、単発的に行われることもあれば、商店街や住宅街などの特定の道路について、全的に行われたり、ある地域内のすべての道路について一括して、行われることもある。 以上の手法を実施した道路をコミュニティ道路と呼び、以下の2種類がある。いずれも自動車の通行を主たる目的とはせず、より歩行者優先を強調するものである。以上の手法を道路単位ではなく、ゾーン対策として、特定の地域でまとめて実施したものをコミュニティゾーンと呼ぶ。前述の通り、通常は路線別に交通規制や道路構造の変更が決定さる。 戦的対策ところをある特定の地域を一つのゾーンとして指定し、ゾーン内のすべての道路の最高速度を集合体として捉えて対策を行う面的対策ものである。日本では1980年に大阪市が市道にクランクやハンプなどを設置し、欧州の事例と同様の効果を狙ったコミュニティ道路が開通したのが始まりである。また、 ほぼ同時期に西洋環境開発により塩見台ニュータウン、宮城県七ヶ浜町、その後桂坂ニュータウン、京都市西京区として、ボンエルフ城の分譲地が引き続き造成された。欧米における生活道路網のゾーン対策が効果を見せていたことから、日本でも1996年より、警察庁が各都道府県警に向けてこれと同様の コミュニティゾーン対策を推進した。これは交通規制の実施と物理的デバイスの設置を一挙に行うことで交通性音化を目指すものであったが、これらを一つの事業として行うには住民や自治体などとの連携が不可欠であり、立案から実施までに長い時間を要する上、住民の合意が得られなかったり、自治体が必要な予算を捻出できないなどして計画倒れになる事例もあった。 また、2003年には、国土交通省により、安心歩行エリアの指定が行われ、都道府県公安委員会と道路管理者によって対策が行われたが、2012年までの9年間で、全国1378箇所の指定に止まった。安心歩行エリアもコミュニティゾーン対策と類似したもので、 依然として同様の問題点を抱えており、日本におけるゾーン対策の広まりは不十分なままであった。一方、交通事故発生件数は2004年、平成16年を境に減少傾向となり、2010年には2004年比23.8%減となったにもかかわらず、生活道路と想定される福井5.5メートル未満の道路における件数は、 同12.8%減に止まっており、全体における割合も微増減を繰り返していた。特に交通死亡事故に占める歩行者の割合は、欧米に比べて高く、その多くが自宅の付近で事故に遭っていることからも、依然としてゾーン対策の拡充が求められていた。これを受けた警察庁は、2006年に17人が死傷した事故により、 生活道路における30キロ制限の対策を進めていた川口市を参考に国土交通省とともにゾーン対策に関する調査をさらに進める。2009年、これをもとに交通規制基準の一部改正を行い、従来に車線以上の道路に関するものしかなかった速度規制基準について生活道路及び区域規制に関する基準を追加した。 そして2011年9月20日、ゾーン30の推進についてと題した通達を全国の各行政機関向けに発表し、本格的な取り組みが開始された。ゾーン30は警察庁が主体となって行われ、これまでのゾーン対策と異なり、住民に対して同意の得やすい速度規制、指定区域内全体における時速30キロ制限のみを先に実施し、必ずしも 物理的デバイスの設置を同時に行うものではない。警察がゾーン30を指定することで自治体や道路、管理者による危険箇所策定の手間が軽減し、物理的デバイスなどの整備を促進することが期待されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。